水戸泉正人、水戸泉正人、水戸泉正人、1962年9月2日帯は、茨城県水戸市出身で高砂部屋所属の元、大相撲力士。最高位は、東関脇。本名は、小泉正人。身長194センチメートル、体重192キログラム、最高200キログラム、1996年1月場所。 現在は年寄り、西木戸、特異種は突っ張り、左四つ、寄り、植えて投げ。愛称は、水戸ちゃん、泉ちゃんなど、趣味は、油彩画。幼少の頃に父を亡くし、弟の生児、元十両十三、梅の里と共に、母一人の手で育てられた。茨城県水戸市立、小部中学時代には、母の勧めで柔道に打ち込み初段になる、腕前の持ち主だった。 1977年の暮れに、力士のサイン会に行った。本人は、高野花のサイン会だと思っていたそうだったが実は、高景さんと藤桜のサイン会だった。この時高見山に、大きねえお相撲さんにならない会と勧誘される。数日後には、高砂親方からも勧誘され、入手困難だった29センチメートルの靴をもらって、入門を決めた。水戸泉の宿込は、 出身地のみと、本名小泉、そして、枯れることなき泉のごとく出世をという願いを込めて、高砂が命名した。部屋の同期生に長岡、後大関、四代、浅潮、幕下付けでがおり、彼から手頃な稽古相手と目をつけられていた。二度の学生横綱を獲得した浅潮との稽古は、中学卒業間もない少年には辛いものだったが、これが、 後々の財産にもなった。朝潮とのエピソードは数多く残り、洗濯して干していた朝潮のパンツを神社に置き忘れて、叱られた逸話などが伝わっている。1979年9月頃に大相撲での、挫折に耐えかね相撲に見切りをつけようとした朝潮に対し、大使、今日稽古はどうしたんですかと、さりげなく声をかけて立ち直らせたとも伝わっている。新十両の場所の8日目から、 月人の天見富士の勝ち星に恵まれない時はせめて塩だけでも、景気よくまいたらどうですかという進言により、大量の塩をまくようになった。初めの頃は一回目から大きくまいていたが、後に制限時間いっぱいの時に飲み、大きくまくようになった。一回に取る塩の量は、なんと6 0 0ムにもなったという。イギリス巡業でソルトシェーカーと紹介され、日本でもミトセンといえば豪快な、 塩巻きとして定着した。同時代で同様に大量の塩を巻く力士には、朝の和歌がおり、対戦した際には、豪快に巻き上げる、水戸線と叩きつける朝の和歌の両者の塩巻きに、観客が湧いた。また、両者はどちらも黄色系の回しを締めていた時期がありその興味でも湧いた。塩を巻いた後に顔、回しを強く叩いて、気合を入れる仕草も特徴である。これは、 いつ頃からか無意識に始めていたもので、ある時の宮で居合わせたファンから指摘されて、自分でも初めて気づったという、イベントなどでやってみせてくれと頼まれることも多かったが、意識してやろうとするとうまくいかず苦労したと語っている。一方で、制限時間まで立つ気がない仕切りを繰り返していることでもあって、一部の広角家からも批判されることも多かった。高通力。 波の花ら時間前でもたびたび立つ力士との対戦で、今日を削ぐこと多かった。1984年、9月場所新入幕、しかし1985年5月場所前に、交通事故を起こして負傷し、2場所を連続負け越して重量に陥落。この事故がきっかけで、現役力士の自動車運転が禁止され、現在に至る。 1986年、3月場所再入幕、12勝3敗で、関東勝、5月場所は負け越したが7月は10勝5敗、9月場所は、関分けになった。しかし、この場所、大野国との対戦で、左膝即々腹人体を断裂する重傷を負い、3場所連続9場で重量に落ちた。1988年、3月場所再入幕、9月場所には、 小結びで10勝5敗。当然大きな飛躍が期待されたがまたしても、大野国との対戦で左足首に負傷。重量には落ちなかったがこれら二度の負傷には最後まで苦しむことになった。その後も平幕上位から関脇での活躍が続くが1990年後半は低迷。1986年9月場所での負傷は、医師からも、 相撲はもう諦めるしかないと言われたほどで、初めてギプスを外されて、自分の青ざめた膝を見た時には、絶望的な思いになったという。一時期は引退も考えたが、療養に訪れた、リハビリ施設で自分より若くして、重度の障害を負った人たちの前向きな姿に、励まされたのと、やはり、親孝行したいという思いとで土俵に上がり続けた。 その後1991年3月場所から7場所連続で勝ち越し、うち6場所が8勝7敗で、さらにそのうち4場所が7勝7敗で千秋楽に勝ち越しをかけるという復調というには厳しい、星取りだったが、ともかくも三役復帰を果たす。1992年3月場所には、千秋楽2敗で優勝を争っていた小結、土地の若を倒して同部屋の大関。 小西木の3回目の優勝をアシストした。続く1992年5月場所は10日目まで7勝3敗と好調だったが、腰痛の悪化の影響で、その後5連敗して7勝8敗と8場所ぶりに負け越した。続く1992年7月場所、西前頭筆頭に下がった水戸戦は、場所前のヨーロッパ遠征を腰痛により休場したことで、 ハードスケジュールと時差ボケに苦しんで調整不足のまま場所を迎えたほとんどの死と異なり、校長の状態で土俵に上がった。場所前の稽古で、明けぼが稽古中に左足小指を痛めて全休したのもチャンスであった。幕内昇進五初日から自身初の7連勝の快進撃で白星をどんどん積み重ねてく。中日で小結、高花田。 当時、後高の花に、初黒星、10日目に、大関、霧島に敗れに敗はしたものの、それ以降も、優勝争いの単独首位を走っていた。場所中、高成績を目当てとした意図的なヨーロッパ巡業への、不参加ではないかという批判が集中したが本人は、本当は、俺だってヨーロッパに行きたかったんだと、本当に、怪我の影響で、巡業全休したのだと強調。終盤戦。 十三日目の関分け、こと戦では、立ち合いの図き一発で突き落とし、十四日目には、前頭十二枚目の高野波にも上えて投げで勝って十二勝二敗とした。その高野波との相撲では、若さに任せた相手の寄りをギリギリで残し、さらに、左外掛けに来る高野波を釣り上げるような上で投げで、逆転。その後十勝三敗と一差で追っていた小結びの武蔵丸。 大関の小西木と霧島の三力士全員が負けて、その瞬間水戸戦初めての平幕優勝が決まった。水戸戦は支度部屋で、十四日目で優勝が決まる、可能性があったため待機はしていたが、まさかその三敗人の三人が総崩れとは、自身全く想像もしなかったため、三敗勢最後の一人である霧島が負けた、瞬間には思わず、嘘を、と驚いた後、 弟の梅の里と二人して抱き合って涙ぐんだ。その嬉し泣きぶりは、当時を知る記者の感覚では、それまで見たことがないような派手な嬉し泣きであったという。くしくも当時の高佐郷や方である、藤金が、現役時代、1964年に、平幕優勝した時と同じ名古屋の土俵だった。先週楽も勝って十三勝二敗の成績を収めた。なお平幕優勝者は、 1909年に優勝制度が確立して以降、水戸泉が史上24人目であるが、前年の1991年7月場所に、こと富士、同年9月場所に、こと西木、同1992年1月場所には、高花田とわずか1年の間に4人もの平幕優勝者が出るという非常に珍しい出来事となった。 優勝パレードでは当時大関だった小西が優勝期の騎士を務めた。大関力士が下位の力士の優勝で騎士を務めることは珍しく、小西は一部から天下の大関が平幕力士の騎士をするとは何事かと批判を浴びたという。しかし高砂部屋入門時から小西にとって、水戸線は共に下積み生活を送った間柄で行き相談相手で兄貴分でもあり、 また入門時から長く稽古相手をしていた中でもあった。小西木は僕の3回の優勝のほか、先場所、1992年5月場所では、明け物の騎手までさせてしまった。水戸関は僕の恩人だから、誰が何と言おうと僕が旗を持つ、これまで俺が優勝した3回とも水戸関が騎手をやってくれた。これはほんのお返しさ、と小西木が恩返しの意味で自分から願いたことだった。 という。小西式の人情味とともに、水戸泉の人柄を物語る逸話と言えよう。よく1九十二年九月場所は、西張出し関分けに昇進。ここでも八勝七敗と勝ち越して、七月場所の優勝がまぐれではなかったことを、印象づけた。1九十二年十一月場所は、成績次第では、大関取りだったが、またしても左足の負傷で一勝十二敗に急に、 終わり、平幕に下がる。1993年より、正人では、政治家みたいで、力士として、しっくり来ないと、四個名を、水戸泉正樹と改名する。しかし、膝の故障が多発して、それ以降は三役に、復帰できなかった。1999年5月場所で十両に陥落し、その後幕内に戻ることはなかった。その後もしばらく現役を続け、 倉前国技館で幕内を務めた力士の最後の、生き残りとして三十八歳まで現役を続けたが、二千年、九月場所を最後に引退、年寄り、西木戸を襲名した。幕内在位七十九場所で球場が九十九回は、横綱、大関を除けば当時過去最多の球場数であった。横綱、大関を含めた最高は、高野花の二百一ため、怪我のデパートなどと言われた。 断髪式の際には470人もの参列者がハサミを入れたが雑誌、相撲によるとこれは史上最多の人数とされている。なお近年では2015年1月31日に国技館で行われた若アラオスの断髪式で450人の参列者ハサミを入れた記録が残っている。協会内では長く審判委員を務めている。 現役時代の1998年には六代、高砂と養子縁組し、一時は高砂部屋の後継者に指名されたが、婚約破棄問題で辞退した。2002年に高砂部屋から、分家独立して西木戸部屋を創設した。部屋の玄関の横には、本人の優勝額が掲げられている。二千十四年四月には、教会役員以外の親方で構成する年寄会の、 会長に選出された。会長就任にあたり、形式的になっていた総会のあり方を見直す意向を示し、連絡網をしっかりして何かあった時にすぐ集まれるようにしたい。相撲協会のために皆さんの意見を取り入れながら、いい年寄り会にしていきたいと表明した。2016年2月12日、22歳歳歳下の ソプラノ歌手の小野智葵子と結婚したことを発表した。同年10月28日、爆放。ザ・フライデー TBS に出演し、折から一部週刊誌で、親方への反発で弟子が相次いで辞めたと報じられたことに対して、たまたま弟子の年齢もありましたし、怪我とか病気で辞めていったのが重なったと説明。そして、弟子の人数が減って3人しかいなくなったことで、 収入源である相撲協会からの支給金が減少し、毎月赤字で厳しい状況であることを明かした。さらに自身が末期の人不全に侵され長時間の人工透析をしており、そのために稽古に出られない日もあったことも明かした。妻も週刊誌でういう生活を送っていると報じられ、おかみ失格とバッシングを受けたが、同番組内では朝七時から相撲部屋の家事を済ませ、 稽古に出られない親方の代わりに申し合い稽古の番数をおぐらにし、弟子たちの食事を作ったり、弟子たちを居酒屋に誘い出し悩みを聞いたりと、おかみ業をこなす場面が紹介された。2016年8月に審判委員を退任したが、2018年3月28日の職務文書にて役員待遇委員に昇格し、審判部副部長に就任した。 得意の左四つ右上手の体勢になった、才の強さは圧倒的なもので、パワフルな釣り気味の寄りから走る機銃機の異名を取った。右上手投げの威力も絶大であり、横綱、高野花を投げ飛ばしたこともある。このため三戸線と対戦する力士らは総じて右上でを警戒しており、その攻防が取り口の中で最大の見せ場と言える。 ただし、水戸泉も右四つが増えてというわけではなく、懐の深さを生かした引き、相手の差しを極めるなどの対抗策を、しばしば見せている。日本人離れした、恵まれた体格とパワーを持ち合わせ、新弟子時代から将来を期待されていた。しかし腰が高く、膝が、突っかえ棒のようになる体勢で相撲を取ることが多く、大野国などの巨漢の右四つ、力士と対戦して、 膝に大きな負担をかけることが常態化していた。その潜在能力の高さは、北の富士も膝の故障がなければ当然大関と公言しているほどであり、度重なる怪我で大関取りが阻まれたことが悔やまれる。幼い頃から苦労をかけた母に、少しでも親孝行がしたいと言って力士になり、その後も常々語っていた。実際幕内優勝を果たす前、実の母親から、 三戸戦に対して、いつも優勝パレードでは、旗持ちばかりして、たまには、あなたが優勝して、誰かに優勝旗を持たせるようにしなさいよ、と奮起を促したことがあったという。しかし、その三戸泉が、その後昇進正明正の幕内優勝を成し遂げたことで、立派に親孝行を果たせたと言えよう。同じ高佐後一門に九十部屋の千代の富士と北東海。 また東韓部屋のアけぼのら横綱陣や、さらに同部屋には、大関の小西樹がいたため、優勝パレードの騎手役の常連でもあった。実際初優勝力士を出した部屋では、優勝パレードの次第がわからなかったら、水戸線に聞きに行く、とまで言われた。なお、水戸泉自身の平幕優勝時のパレードでは、小西樹が騎手を務めてくれたにもかかわらず、いつものように自分が優勝旗を思わず、 持ちそうになってしまったと苦笑いしながら語っている。忘れられない取り組みとして、千代の富士に初めて勝った1989年、7月場所中日の一番と、物言いに次ぐ物言いで3回取り直しとなった末に、新勝した1988年5月場所初日の霧島戦を挙げている。自分の付け人でやめようとしている者がいると、屋台に飲みに連れ出して説得。 俺も昔は弱かったんだよと語っているうち、自分が泣き出してしまうことが多かったことから、知らず知らずのうちに、泣きの水戸線のあだ名が付けられていたという。入門当時、有形無形の差別に悩まされていた、小西木も、この水戸泉の涙にほだされた一人だった。後に小西木は、入門当時、水戸関だけは差別なく優しく僕に接してくれたと、発言しており、 水戸泉の思いやりのある人柄を称賛している。断髪式の後は、オールバックにする力士が多く見られる中、ミト線はすぐに、坊主頭にした。本人の弁ではその頃脱毛症に悩まされており、脱毛した部分が目立たないよう頭を丸めたという。現在は、症状が改善されたためか再び髪を伸ばしている。絵画をたしなんでおり、引退相撲のポスターには、自画像、 塩をまく姿が使われた。プロ野球では、自他共に認める、大の読売ジャイアンツファンで、自分が、幕内優勝を争っていた1992年、7月場所でも、優勝の可能性 ?100% だ。もちろん、巨人のだよと報道陣を煙に巻いていた。ちなみに、同年の巨人はヤクルトスワローズに2ゲーム差の2位に、終わった。ゲームファンでもあり、 ドラゴンクエストに熱中するあまり、当時付き人だった陶器にまで、レベル上げを頼んだという逸話が残っている。陶器は引退後の2012年から西木戸部屋の部屋付け親方となっている。審判委員を務めていた2007年9月場所11日目、豪栄道竹風船の取り組み前に、突然大量のチラシを持った女性客が土俵に上がろうとするハプニングが発生、西土俵下で控えていた。 後見モリラと共に、その女性を引きずり下ろした。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。